はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターデュエル速報のお時間でございまして、新パックがね5月の9日に来るというお話が、お知らせが来まして、こちらのカードをね皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。まずね、パックが2個来るらしい。追加パック、ディファインドブレードっていうセレクションパックと、それから、フュージョンポテンシャルっていうね、融合の潜在能力という、そういうね、パックがまず来ますよということと、あとストラクチャーですね、サイバーネティック、サクセサーっていうサイバーダーク中心とした、ストラクチャーが来るらしい。でちょっとあの細かいのはまた後でやるんだけど、一応ねざーっと見ていくと何が追加されるかっていうとね、ディファインドブレードでは、双剣パンク、ヒーローでスピアーが来るらしくて、双剣太鼓翔平さん、それからまあ、環境をデストロイフェネックスガイさん、それから、浮世絵パンク、アメージングドラゴン、格尺竜マスカレイド、天国の王といったカードがこのリファインドブレードに入っていて、で、追加パックフュージョンポテンシャルっていう方では何が来るかっていうと、融合を得意とするテーマ、融合モンスターキレイだとするテーマをなんかギュッとしてくれるらしくて、蒼天将混合デストロイマットキマイラ、それからまあガイアペライオ、トリヒョウベルトム、この辺もありましたよね、すでにね、マスターデュエルに。これをギュッとしてくれるらしい。あと、リューマドキシガイアなど。これ作ったんだよな、めっちゃ自分で。ちょっと、リューマドキシガイアをね、パックにするんだったらね、早めに言ってほしかったですね。まあ、そんなこと置いといて。で、セレクションはそんな感じ。それから、ストラクチャーはですね、サイバーネティックサクセサーっていうのが登場するらしくて、まあ、サイバーダーク系のモンスターですね。ピックアップカードは、外交流サイバーダークエンドドラゴンとかサイバーネティックフライゾン、などなど、あと、まあ、リンネで独断とか、融合派兵なんかも収録されますよっていう、まあ、そんな感じで書いてあります。で、細かくねちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、まずですねこの、リファインドブレードからピックアップカードね、実装が決定してるカードから、まあ、新パックではね、双剣が実装されるということなんですが、まあ、そもそもあの双剣っていうテーマがどういう、まあ、テーマかっていうと、まあ、OCG ではね、環境の一角として活躍しているテーマで、すでにこのあやめの双剣士っていうやつはね、マスターデュエルではあの先行収録というか、されていまして、まあ、このあやめちゃんの召喚ムービーが、まあ、エッチすぎるということで、まあ、デュエルスの間で話題になっているとかいないとかいう話を私は聞きましたけど、基本的には、源流族のシンクロテーマで、ストーリー的にはね、双剣とドラグマが結構同一人物であるという話が話題になっていました、OCG の方では。で、双剣って双剣トークンっていう、まあ、トークンを生み出して戦っていくテーマなんですけど、例えばこの双剣士爆弥ってやつね、こいつは、このカードが召喚特殊感成功すると、なんか手札をね、1枚見せると、双剣トークンっていうのを生み出して、で、そいつがチューナーなんですよ。トークンがチューナーってまして、で、このトークンと、まあ、シンクロ召喚していくっていう感じの、まあ、テーマになってまして、で、ピックアップカードでピックアップされていたのは、この、双剣太鼓、翔英さん。こいつね、結構強いんだよね。まあ、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上ということで、別に双剣デッキじゃなくても出せると。まあ、レベル10のシンクロなんで、結構バロネスとかの、あの辺の、出せるデッキであれば、大体出ます。で、1、2、3ありまして、1番目。除外されているカードの数かける、100ポイント自分の、攻守がアップして相手のフィールドのモンスターの攻守がダウンする。まあかなり差が開きます、打点ね。かなりね戦闘では突破しづらくなると言っていいでしょう、双剣太鼓さんがいるとね。でこのカードが効果で破壊される場合に代わりに墓地のカードを除外できる、まあなんかサンダードラゴンのあの超雷竜みたいななんかイメージですね。でカードが除外されると、これ一旦一度の効果なんですけども、カードが除外されると相手のフィールドおよび墓地のカードをそれぞれ1枚ずつ選んで除外すると、これ対象に取らない除外なのでめちゃくちゃ強いです。でこの3番目の効果を、まあ、2番の効果を使って発動していくか、まあ、またはね双剣のサポートカードで、まあ、よく使われているのはこの双剣暗転っていうカードですよね。まあ、僕もその自分で双剣使ったことないんであるんですけど、見てるだけなんであるんですけど、双剣暗転っていうカードで自分のフィールド上の原理族モンスターと相手のフィールドのカードを2枚対象として破壊しながら、破壊耐性でこの双剣太鼓翔英さんの効果を使って、でさらに相手のカードを除外していくみたいな、まあ、そんな感じの動きをしているのをよく見ます。はい、これ非常に強力なテーマになっていると思いますので、まあ、一枚書道もねもちろん実質ありますし、まあ、かなり強力な環境入りできるテーマなんじゃないでしょうか。でお次はパンクというテーマについてなんですけれども、パンクっていうテーマはですね、地属性サイキックの、レベル3のモンスターが下級モンスターにいっぱいいまして、まあ、これチューナーなんですよ。まあ、これを、まあ、出して、まあ、シンクロ召喚したり、まあ、融合召喚もできるんですけど、そうやって戦っていくっていうテーマになってましてね、で、こいつ例えばシャラクサイだったら600ライフを払って、まあ、自分のためなら融合するか、
相手らだったら、まあ、シンクロするかっていう感じの効果になってるんですけども、まあ、エースモンスターはこの浮世絵パンクアメイジングドラゴンっていうモンスターですね。これチューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上でレベル11のシンクロモンスター、ちょっと珍しいモンスターですね。これ風属性のモンスターなんで、スピードロイドとかのデッキからでも出せますし、レベル11って意外とね、いないんですよ。少ないんです。結構こいつは結構ね、珍しいレベル11の、風属性の、シンクロモンスター、効果結構強くてですね、まあ、1ターンに1度どっちか1人の効果どっちかしか使えませんっていう効果なんですけども、1番目の効果、これね、相手のカードをバウンスしていきます。このカードがシンクロ召喚に成功したら、自分のフィールド墓地のサイキック族レベル3モンスターの種類の数まで相手のフィールドのカードを対象にして、そのカードを持ち主の手札に戻すと、まあ、要は墓地にめっちゃ貯めとけば、まあ、死ぬほどバウンスができるということですね。で、2番目は、自分の墓地のパックモンスターを特殊召喚するということなんですけども、これの、1番の効果を相手ターンで発動するために、この、シャラクサイの効果を使ってシンクロ召喚していくっていう感じに、なります。でね、パンクは以上。さあお次はね、ヒーローですね。はい。ついに来てしまうらしい。デスティニーヒーロー、環境をデストロイフェニックス、ガイさん。はい。まあ、このモンスターはね、まあ、説明するまでもないかなと思うんですよね。皆さんよくご存知なんじゃないかなと。まあ、OCG やってる方であれば、このモンスターに、泣かされたことは何度でもあるでしょう。まあ、僕も泣かされたこともあれば、相手を泣かしたこともいっぱいあるんですけれども、まあ、このモンスターが、めちゃくちゃ出張性能が高いんですよ。まあ、効果説明していくと、まあ、闇属性のレベル8の、融合モンスターであると。で、レベル6以上のヒーローモンスタープラス、デスティニーヒーローモンスターっていう、まあ、一応条件は結構、まあ、縛ってはあるんですけど、フュージョンデスティニーっていうね、カードがあるじゃないですか。あれで簡単に出せると。で、フュージョンデスティニーが、この間そのマスターデュエルでは純制限になったんですけれども、まあ、多分おそらくこのデスティニーフェニックスガイさんが来ると見越して純制限にしたと思うんですけども、そもそも、アナコンダが生きてる時点であんまり関係ないっていう。まあどんなデッキからでも最終的に出てくるから、あんまり関係ないんですよね。で、効果はどういう効果持ってるかっていうと、まあ強いんですよ。これ、全部、書いてること全部強くて、まず相手のフィールドのモンスターの打点が自分の墓地のヒーローモンスターの数かける200ポイントダウンしますよと。まあ、だから最低でもまずフュージョンデスティニー打つんで、まあ、400ポイントは基本的にダウンすると。でさらに、2番目、これがねぶち壊れてまして、自分相手のターンに自分のフィールドのカード1枚とフィールドのカードを1枚選んで破壊することができる。で、3番目の効果でこれね蘇ってくるんですよ。このカードが戦闘効果で破壊されると次のターンのスタンバイフェーズに自分の墓地からディスティンヒーローモンスターを1体選んで特殊召喚する。まあ自分じゃなくてもいいんですけど、別に墓地の送ったディスティンヒーローとかでもいいんだけど、蘇生できると。これ自分も蘇生できますんで、自分相手ターンに、自分をぶっ破して、でまた次のスタンバイに戻ってくるっていうね、非常に迷惑。まあ、こいつもなかなかの反復横跳び記録の保持者、まあ、マスターデュエルでの、反復横跳び世界記録保持者はうるわしのまやかしダックと言われているんですが、まあ、こいつも大概です。はい。ひたすらに、蘇ってきますし、ひたすらに破壊してきますし、まあ、先行でフュージョンデスティニー打つことが、まあ、とりあえず挨拶という感じになってくると思います。マスターデュエルでも。ええ。だから環境をデストロイフェニックス外と言われていますね。ヒーローは以上で、で、お次はデスピアモンスターなんですけど、伯爵竜マスカレイドが来るよと。マスカレイドはですね、あれです。クエルティスとかと融合召喚全く同じなんで、まあ、デスペアデッキ組んでる方であればゲットしていただきたいと思うんですけども、効果ねめっちゃうざいんですよこれ。まあ、その相手を制圧する効果ではないんですけど、融合召喚してこのカードがモンスターゾーンに存在する限り相手は600ポイントのライフを払わなければカードの効果を発動できないと。オッドアイズグラビティドラゴンみたいな感じですね。イメージ的にはあれレッドアイズのフレアメタルドラゴンに近い。要するに相手のカードを発動するときにライフポイントを払うことを強いてくるんですよ。だから例えばですよ、こいつを先行で2体並べとくと相手は1200ライフ失わないとカードを発動できないんですよ。めちゃくちゃうざいでしょ。こういうね、まあ、制圧というか、まあ、ちょっと鬱陶しい効果をします。で、こいつが墓地に存在しているときに相手フィールド上に儀式融合シンクロモンリンクモンスターのどれかがいれば、特殊召喚できるよと。ちなみに融合召喚しないと1番の効果は適用できないっていう、まあ、感じになってるんで、2番の効果で蘇ってきても相手にライフポイントシールっていう効果は付与はできませんと。まあ、それからこれと同じパックで、天国の王も、まあ、来ていただけると、まあ、これはね結構セットカードを多用するデッキにすごく相性が良くて、これどういうことを持ってるかっていうと、まあ、闇属性のレベル10の岩石族で3000っていうねどでけえモンスターなんですけども、1番目の効果、
このねカードをね相手に見せつけておくと、手札のこのカード相手の終了時まで公開して、この効果で公開し続けている限り、フィールドにセットされたカードは効果では破壊されない。つまりですね、ライトニングストーンとか、まあ、ハッピーの羽根ぼうきとか、ああいうカードの効果で破壊されなくなるということですね。まあ、僕のイメージだと、まあ、よく入ってるデッキは例えば小悪魔とか、それからクローラーとか、ああいうなんかそのセットカードを、まあ、多用してくるようなデッキには相性がいいと思います。まあ、個人的には、小悪魔のデッキには、まあ、こいつぶっ刺そうかなと思ってるんですけど、あとはまあ魔法トラップを使ってクソコンボするデッキですよね。その魔法トラップを破壊されちゃうとちょ困るよっていうクソコンボデッキじゃないですか。まあ、クソデッキと言われている、まあ、あの辺はね結構ねこのカード重宝すると思う。で、2番目の効果でセットされた魔法トラップカードが発動すると、手札から特殊感できて、で、手札で公開されている状態でこの効果を発動したら、デッキから魔法トラップカードを、まあ、好きなカードをねセットできると、まあ、これでよくあのセットされるのは結構トラップトリックとか、そのセットしたカードがエンドフェーズで除外されちゃうっていう効果を、まあ、トラップトリックを使ってそのデメリットを回避していくみたいな使い方がよくされている感じがしますね。それからまあストラクチャーですよね。ストラクチャーが結構熱くてね、サイバーダークストラクチャーが来ると、まあ、これは OCG の方でもストラクチャーできてたんで、まあ、持ってる方はもうね多いかもしれないですけども、お指示の方でね、外交流サイバーダークエンドドラゴン、これもサイバーダークドラゴンとサイバーエンドドラゴンが合体したね、魔改造されたね、モンスターでございまして、効果は、このカード融合召喚および以下の方法での特殊召喚できる、まあ、特殊召喚できる条件がありましたね、サイバーエンドドラゴンを装備している自分のレベル10以下のサイバーダーク融合モンスター体をリリースして、草で以下特殊召喚できるよっていう、これね、まあ、意外と簡単で、あの割と簡単に用意できる、まあ、ギミックがあるんですよ。まあ、それもちょっとこの後やりますけど、まずそしてこのカードの、まあ、めちゃめちゃ強い効果1番目、このカードは相手が発動した効果を受けねえと、うん、書いてることおかしいんですねまあ要するに、まあ、怪獣とかあと打点突破くらいしかこいつを突破する手段ないんですよ基本的には。まあ相手が発動した効果なんで、まあ、魔法トラップもモンスターも全部受けませんので、まあ、めちゃくちゃ硬えと。まあ、今だとね、結構5000だけだと、まあそのアクセスコールトーカーとかで、まあ簡単に抜けるんで、まあ、うんって感じですけど、まあ6000くらいにしたらね、だいぶ強いね。一旦一度、相手か自分の墓地のモンスターを装備することができる。これ相手の墓地メタもできますし、もちろん自分のね、墓地に、ね、送っておいた、例えばドラゴンバスターブレードとかを装備したら、その特殊ができなくするみたいな動きもできますし、それから、まあこのカードは装備カードの数まで1のバトルフェイチに攻撃ができますよ。装備カードがなくても一応1回だけは攻撃できるっていう最低になってます。でそれをね結構簡単に出しやすくするのがこのサイバーネティックホライゾンっていうカードなんですけども、このカードはルール上サイバーダークカードとしても扱うので、結構簡単に持ってこれます。サイバーダークモンスターたちでね。でこのカード名の、カードは一旦1枚しか発動できないし、このカード発動するターン、はい、機械塚モンスターしか出せませんよということで、するターンなんで、その発動ターン全体にかかりますんで、後から発動するとかはできないっていうことですね。で、手札およびデッキからそれぞれ1体ずつサイバーダークモンスターを墓地を送って発動いきましょうと。同じ属性は1体まで。デッキからドラゴン族、機械族のサイバーモンスター1体を手札に加えて、草デッキから機械族のサイバー融合モンスターを1体墓地送ると。これでだから、サイバーモンスターだったら表でも裏でもいいんですよ。だから、サイバーダークキメラとか、あの日ちょっと来るか分かんないですけど、サイバーダークキメラとか持ってきて、でサイバーエンドドラゴンをその墓地に送るみたいな。で墓地に送ったサイバーエンドドラゴンをこの、外極竜サイバーダークネスドラゴンとかで装備して、でこの装備したサイバーダークネスドラゴンをリリースすることによってサイバーダークエンドドラゴンを出していくみたいな、まあ、こんな動きにね基本的になっていくと思います。はい、それからリンネ独断というカードですね。なかなか面白いカードがストラクチャーに入ってるらしい。一旦にちょっと種族を一つ宣言すると、お互いの、墓地のモンスターを宣言した種族にできるよと。まあ、サイバーダークで使うんだったら基本的にね、その墓地のモンスターを、まあ融合モンスターで装備できるようにドラゴン族って指定して、で例えばこのあこれじゃねえや、サイバーダークドラゴン、これとかで装備するっていう。これ墓地のドラゴン族しかね装備できないんですよこいつとか。だからドラゴン族にして、サイバーダークドラゴンで装備して、外交流サイバーダークドラゴン出すとかっていう動きもできるし、面白い使い方だと、例えばですね、竜破壊の剣士バスターブレイダーがいるときにドラゴン族指定してあげると墓地のモンスターの効果も封殺できるとか、あとね、その機械族にしてそのシステムダウン打つっていうそういうね変なねコンボもできるんですよ。だから結構ね面白いコンボができるんじゃないかなと思います。はい、診断ストラクチャーの情報は以上ですね。皆さんにねゲットしておいていただきたいのはこの双剣モンスターですね。双剣のこのシンクロモンスター、これはね
あのハイオモンスターで、あの結構そのバロネスレベルのねハイオモンスターだったと思うんで、こいつは割と、入手しておいて損はないカードなんじゃないかなと思うのと、あとやっぱりねベストレフェレックスガイですね、はい、これはねあの人権カードになる可能性がある全員的にレベルで、アナコンダとそのフュージョンデスティニーとあと、ヒーローモンスターディスティヒーローモンスター2体とデストロフェニックスガイっていうのを出張させるっていうね、どのデッキにもっていうのがね、まあ、どんなデッキであっても言えることになると思う、デッキ枠があればって感じになると思うんで、まあ、ぜひねこの辺はちょっとゲットしていただきたいなというふうに思ってます。ただし、まあ、そのうちアナコンダ禁止になるかもしれないからよろしく。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。